全国高等学校バレーボール選抜優勝大会。全国高等学校バレーボール選抜優勝大会は、1970年から2010年までの41年間に、渡り、行われた高校バレーボールの大会。若さでアタック。春の高校バレーというサブタイトルを、大会名冒頭につけていたため、一般には、春の高校バレー、春高バレー、またごくわずかながら、 バレーの甲子園と呼ばれてた。また、夏のインターハイ、秋の国体と並ぶ高校バレーボールにとって、重要な位置づけにある大会とされ数多くの日本、代表選手を輩出、日本代表への登竜門とも言われた。大会は、多少の変動があったものの、概ね開催期間を、春休みの3月20日から3月26日まで1週間とし、会場は原則として、 東京都渋谷区の国立代々木第一体育館を使っていた。過去には青山学院大学記念体育館や東京体育館、初期の頃は東京都体育館が主会場だった時代あり、駒沢屋内球技場をサブ会場としていた時期があったほか、2007年は代々木がアスベスト除去工事の関係上、インターハイリハーサルを兼ねて埼玉スーパーアリーナで行った。 全国大会への出場権は当初地域ブロック単位だったもののかようごとに拡大。最終的には前年優勝校、地区予選免除と地方大会で勝ち上がった学校の男女53校ずつ、計106校へ与えられた。地方大会は毎年1月から2月にかけて開催され、原則各都道府県1校ずつであったが、面積規模や高校数などを考慮し、東京都は 二校開催中枠により三校、大阪府、神奈川県、北海道は各二校とされた。北海道は南北地域代表、他三都府県は第一代表、第二代表であった。ただし、2007年の大会については、特例で埼玉県にも開催地代表として県大会準優勝校に出場権が与えられたため、54、チームずつ、 合計108校としたことがある。抽選会は3月初めに行われ、富士テレビが本社を移転してからは、台場本社で行われた。最初に前回優勝校が第1シード、他の競合3校が第2から4シード、東京都大会優勝校が第5シードとそれぞれ配置で2回戦から初戦を行い、次に残りの代表校の抽選が行われた。ただし、 同地区で参考出場の東京都代表校同士は、準決勝以降、2校出場の大阪、神奈川、北海道、及び2007年のみ、埼玉県も代表校同、さらに前回優勝校と、同地区代表校とはそれぞれ反対ブロックに配置され、前回優勝校が、大阪府、神奈川県、北海道の場合は、同地区で参考出場となるため前日の東京都、 代表校と同じ扱いとした。試合は、地方大会、全国大会通じて、トーナメント方式。3回戦までは3面、準々決勝は2面のコート、準々決勝ビモコートは3面設置されているが、中央部のコートは使用せず、シートで被せるでどうに行われたが、準決勝と決勝戦は、アリーナ全体をセンターコートにし1面のみで競技が行われた。 それに伴い試合セット数も準々決勝までは3セット制2セット選手、準決勝と決勝戦は5セット制3セット選手であった。優勝校には優勝カップとコカ・コーラ社の商品が副賞として贈呈された。また、女子の優勝校には当該年のクロワ式全日本男女選抜バレーボール大会の出場権が与えられた。 春高バレーは3月開催であるゆえ、3年生はすでに高校を卒業して、進学や就職を控えているため、大会に出場することができなかった。この影響もあり、卒業を控えた3年生の中には、実業団等でプレーを続ける者が特に女子では少なくなく、インターハイ、または国体後にブランクが生じることで、競技感が鈍る、V リーグの内定選手生活用により、 入社前の1月から競技を行い、ブランクを少なくすることも可能ではあるのが問題になったことなどから、そうした選手がモチベーションを維持するためにも3年生が出られる大会心を望む声が高まった。これを受け関係所団体は1月に開催する新たな選手権大会を作ることを決めた。なお、長年親しまれてきた春高バレーの愛称は継続され、1月の 選手権大会に受け継がれた。変更内容は次の通り。本大会が始まるまで、高校バレー全国大会は、夏のインターハイと秋の国体のみであり、高校選手の強化面で問題があった。1967年7月に、全国大会は、年2回までとしてきた、文部省、当時の規制が緩和されたこともあり、日本バレーボール協会の前田豊副会長と、 松平康隆副理事長、当時が新大会創設に奔走した。富士山系グループの高校野球のようなアマチュアスポーツ事業を展開したいとの考えとも、一致し1969年9月、富士山系グループと前田との初会合を経て、準備期間わずか半年で本大会をスタートさせることになった。春高バレーコーチングキャラバンは、 全日本経験者のコーチを全国大会出場を目指す高校に派遣し指導するとともにバレーボールのブームアップを行うプロジェクトのことである。馬防車を改造した最新の中継車を先頭にフジテレビの取材中継車がロ馬車、ロ付きコーチ隊のようにキャラバンを組んで取材に入ることにかけて名付けられた。原則フジテレビ系列局のある都道府県の高校が対象だが 第2回から山梨県の高校にも派遣されている。この企画は2001から2002年シーズンから始まった。指導の様子は各地区担当局エリアによる地上波、FNS28 社及び日本テレビ系列の山梨放送の計29作品富士テレビ 1CS 放送を BS 富士2009年を除くで放送される。2012年からは バレーボールコーチングキャラバン、略称、バボキャラを開始した。全日本経験者のコーチを高校に派遣し指導する。他に、対象の高校生が、地元の小中学生を対象に練習会を行う。日本文化出版、月刊バレーボールが制定している賞。インターネットによる投票で印象に残ったチームを、決めて、感動対賞を送る。この感動対賞は、インターハイや、 バスケットボールウィンターカップでも同様に制定されている。全国大会においては富士テレビ系列各局が中継、放送している。準決勝、決勝のみ全国ネットで放送される。準決勝までは勝ち進んでいる場合当該地区のつぼねは独自制作する場合がある。また一部放送されない地域も存在する。2006年より、 中継映像が全試合ハイビジョン制作になる。地方予選大会においては、各地域のフジテレビ系列各局と一部の独立 UHF 局が地方大会決勝戦を中継、放送する。フジテレビは長年バレーボール中継に携わっているが、1995年秋のワールドカップ以降は、ジャニーズ事務所の新グループのお披露目、 プロモーションの場を兼ねるようになっており、当大会でもそのグループ、グループ内ユニットを含むの各局を次のワールドカップ開催年まで使用するのが慣例となっている。慣例が定着しきれていなかった1997年と2005年バレーボールワールドグランプリ中継におけるニュースメンバーと富士女性アナ、いずれも当時による不祥事の影響があった2006年は除く。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。